I mean, この曲を送るよ。I'm the lion. It is very good. 挑戦よ。地獄で鍋パーティー。さあ、ナオキちゃん。今日の夕食は何がいいかしら？ハンバーグ。入るよ。どうしようね。それとも。Come on.くだらない人類が食材さ、クソミスを取るだけの You have a great singer voice. お前はまさに今夜のベリーゴーゴーゴーハイポネキプータバラどんな馴染みの食うよりI do a hundred every single time. Yeah, exactly. if it was below, I'd be like, wait, what the fuck? What the, what's 100? Anyway. Number. Yo, number. 一緒に飲まねえか？うん、すまねえ。今から買い出しに行かなきゃならなくなってよ。買い出し？マスターに付けの支払いを待ってくれって言ったら、交換条件で買い出しを命令されちまってな。めんどくせ。それで支払いを待ってくれるんなら安いもんじゃねえか。まあな。じゃあちょっくら行ってくるからよ。の、気をつけてね。この年になってお使いか。俺も落ちぶれたもんだ。Yeah, he does have a clue, so I mean, his... Number に水江ちゃんの見送りをさせてやりたい。そう思ってるんだろう。マスター、なんでその話を？客同士の話には口を挟まないのがモットーだが、時には例外もある。ってことは、ナンバが俺に打ち明けた時、マスターも聞いてたんですか？盗み聞きの趣味はね。偶然カウンターから聞こえちまっただけだ。ナンバの話に思い当たる節があってな。思い当たる節？俺がたまに顔を出すスナックがあるんだが、そこに最近新しいホステスが入ったんだ。名前は双葉と言ったかな。それがどうナンバと関係が？その双葉ってのは最近まで看護師だったらしい。それで看護師時代のあれこれを話してたんだが、その中に病院で起きた薬の盗難事件ってのがあってな。警察の捜査が入る直前に男性看護師が横流しを自供してクビになったってよ。おお、That's to be。もしかして確信はないが、ナンバのことかもしれない。ってことは双葉は最近までナンバと同じ病院で働いてたってことになる。だとしたら水江ちゃんの渡航の日も知ってるかもしれないだろう。そのことをナンバには？いや、話していない。本人が言ってただろう。横流し犯の汚名がある以上
元同僚には会えねえと。だけどな、お前が双葉から聞き出すことができればどうだ。なるほど、マスター、ナイスアシストだぜ。ただし、双葉から渡航日を聞き出すことは難波に内緒にしておけよ。はい、俺たちが勝手に双葉に会ったと知れば難波はいい気がしないっすからね。さっきスナックに電話して双葉をよこすようママに頼んでおいた。もうすぐ来るはずだ。ここに双葉が？だから難波を買い出しに行かせたんですね。マスター、つくづくナイスアシスト。ナイスアシスト。できることは客同士をつなぐアシストまでだ。あとはおめえに任せるぜ。I'm just saying that this guy was a champion with the Kazama family. なんかママからここに行くようにって言われたんですけど。双葉さんかい？そうだけど、あんた誰？ちょいと聞きてえ話があったら。まあ座ってくれよ。さっさと終わらせてくれます？今日はスナックが休みだからパチンコに行きたいの。ちょいと小耳に挟んだんだが、あんた元看護師だったんだってな。だったら何よ。同僚が薬の横流しでクビになったとかって。男の看護師の名前覚えてるか？覚えてないわよ、名前なんて。思い出してくれよ、俺の友達かもしれねえんだ。覚えてないって言ってるでしょ。メガネかけたネクラな男よ。そりゃ難波だ。ああ、そんな名前だったかもね。もしもーし。え、マジで？学編7連ちゃん？すぐ行くからその台押さえといて。誰にも浮かせちゃダメよ。待ってくれ。同じ病院に水江ちゃんって看護師もいただろ。その子が。うるさい。それどころじゃないわ私。おい、ちょっと。イース。ナンバー、もう帰ってきたのか。早いな。いや、マスターから渡された買い出しメモを忘れてな。取りに戻ったんだ。それよりよ、今ここから誰か出ていかなかったか。え、後ろ姿しか見えなかったけど、女の人が飛び出していったろ。さあ、見間違いじゃないのか。どれもいいよ。You can't just say that. Come on. マスター、あ、いや、なんかお前ら様子がおかしいぞ。バカ言え、そんなことは。もしかしてお前ら俺に内緒で誕生パーティーを企画してたんだろう。え、もうすぐ俺の誕生日だろ。だからマスターとサプライズパーティーの計画を立ててたんだろう。 I didn't know his birthday was coming up. そうなんだよ。あっちゃバレちまったか。やっぱりそうだったか。お前はそういう粋なことをしてくれると思ってたよ。で、どんなパーティーを計画してんだ。ちょっとだけ教えてくれよ。Sorry, top secret. そいつは秘密だよ。そこをちょっとだけって話だよ。なあ、教えてくれよ。教えてもいいけど、誕生日の日のドキドキがなくなっちまうぜ。それはそうだが、空腹は最高のスパイスっていうように、サプライズにとって最高のスパイスは秘密だよ。ナンバには思い出に残る誕生日にしてほしいからよ。わかった。じゃあ我慢して聞かないようにするよ。なあ、楽しみにしててくれよ。That's easy to do the trick. Into that, hey, we almost level 10, Jesus. Yeah, but I didn't get details on Mizuo channel, so. よし、買い出しから帰ってきたら一杯飲もうぜ。ねえ、待ってるぜ。だけど今度は財布を忘れたなんてオチはやめてくれよ。あ、そういや財布も忘れてたな。まったく。ラブフォア。
Wow, hopes and full sun. Nice. Nice. Oh. Are they still tracking them down? ええ、こちらは大丈夫です。お気遣いありがとうございます、ソンヒ。よ、ソンヒは何だって？ああ、いえ、こちらに変わりないかとのことで、それだけです。へえ、美人のボスからそう怒られちゃ、粋に感じるってもんだよな。私は主に恵まれているんです。前に仕えたハン・ジュンギもいい主でした。Imagine how weird it would be them two like standing next to each other, you know? You're like, wait, who's the real Han Junki? Like, you know, must be the real Jun Han. Thought he was killed 3 years ago. Yep. あのハン・ジュンギとのことを話すには少し遡って説明が必要でしょうね。構わねえよ。俺は時間だけはたっぷりあるんだ。それなら遠慮なく。少し長い昔話をさせていただきましょうか。おお、存分にやってくれ。私の父親は、はぐれ人言派の一人で、言ってしまえば異国に取り残されたゴロツキでした。そんな父に殴られながら、私は貧しい少年期を。どのコミュニティからも疎まれながら育ちました。家庭にも学校にも、私にはどこにも安心して過ごせる居場所がありませんでした。かなりすさんだ子供だったと思います。自分にちゃんと居場所があると思ってる人は実は仇でもそんなに多くないっていうぜ。誰もがそれぞれに孤独を持つというわけですか。確かにそうなのでしょうがね。悪いな、話の腰を折っちまったか。本物のハン・ジュンギも私と同じようにやはり貧しく阻害された環境で育ちました。しかしその強さや頭のキレ、器の大きさは自然と噂に聞こえてくるほどで、やがて父世代の男たちが老いていく中、ハン・ジュンギが大きな力を持つようになったのです。実際チリジリだったはぐれ人言派は彼のおかげでカムロ町にしのぎを持てるようになった。暴対法にあえぐ登場会とは対照的に人言派は着実に存在感を増していきました。大した男だったみてえだな、そのハン・ジュンギは。ええ、しかし彼を青二歳と侮っていた私の父は愚かにもその流れに乗り遅れ焦ったわけです。なんとか若きリーダーに取り入ろうと叫びたりの脳みそをフル回転させました。そして出した結論が、息子の顔をいじり影武者として組織へ差し出すこと。私は実の父から薬をもられ、眠っている間に顔を整形されたんですよ。マジかよ、ボスに取り入るためにそこまで。影武者を差し出されたハン・ジュンギは苦笑するしかなかったようです。私の顔を見て元に戻せとは言いませんでした。悪くない案だと我々親子を受け入れたのです。ちなみにその親父さんは今どうしてるんだ。死にましたよ。もともと体を壊してましたが、好きな酒に溺れながら死ねて本望だったでしょう。家族仲はまあきっと良くなかったんだろうな。ハン・ジュンギは自分の振る舞いを覚えさせるべく可能な限り私をそばに置いてくれました。そこは私にとっていわば初めていることを許された場所です。私とハン・ジュンギは明白な主従関係にありましたが、それでも長い時間を共にする中で笑い合い、二人で酒を酌み交わすこともあったのです。それを双子の兄弟のようだったといえば
あまりに僭越でしょうがね。今のあんたの話し方なんかはその反純義仕込みってことか。本物の反純義にはもっと品がありましたよ。と同時に凄みも感じさせる人物です。とても私の及ぶところではありません。そう言われるとますます気になってくるな。何がですか？前から思ってたんだけど、あんたファッションセンスがいいよな。ありがとうございます。だけど本物の半純義はさらに上品だった。ってことはファッションのセンスもずば抜けてんのか？それはもう随分とスタイリッシュでしたね。私もセンスを磨かせていただきました。はあ、イケメンの上にセンスも抜群とはね。意外なことが気になるんですね。まあなんとなくな。スタイル。まあそんなこと言いつつ、俺が本当に聞きたいことは一つなんだな。何です？そろそろ教えてくれてもいいんじゃねえか、あんたの本当の名前。え？まだ嫌か？いえ、少し驚いただけです。別に何も問題ありません。この世に生まれた時、私はおお、キム・ヨンスという名でした。キム・ヨンス。もうその名前に戻る気はありません。本物のハン・ジュンギももうなくなりましたから。その本物の方は頭に銃弾を受けたっつったっけ？ええ、東京に進出していた広島の組織とごたごたがありましてね。あの人の死で人言派は事実上の壊滅となったのです。 yeah, but it's still left over, though. 当時私は反純義としてカムロ町の敵対組織に睨みを聞かせる役でした。ところが本物のボスが死に、カムロ町でわずかだった人言派は張り子の虎。もしそのことが敵対組織に知れれば一気に駆逐され、命さえ奪われかねません。俺だったらすぐにカムロ町を脱出するね。何もかも放り出してね。ええ、私もそうしました。共にいた数少ないメンバーたちもです。しかし人言派が全てだった私に行き場はなく、後で仲間たちと落ち合う場所もなかった。頼れる人間は世界中のどこにもいません。砂漠で狼の群れに囲まれたようなものです。なかなかきついな、その状況は。わずかな望みをかけた先は在日のコミュニティです。しかし彼らはマフィアの一員である私を受け入れてはくれませんでした。今にして思えば仇として真っ当な生活を送る人たちの当然の反応です。それなのに私はうろたえ、取り乱し、同胞を見殺しにするのかとつかみかかっていった。そうか。通報を受けた警察が現場に駆けつけてきました。そのまま連行されるところです。通常ならば。お？なんだよ、気持たせる言い方しやがって。警官たちは偽物だったんです。そして私が連れて行かれた先は異人町。じゃあつまりその偽警官たちってのは、孫妃の指示を受けて動いていたコミジュルのメンバーたちでした。コミジュルもかつて人言派だったものの、もう一つの吹き溜まりだったのです。 I see. カムロ町を遠く離れた者たちが徐々に集まっていったということでした。そういや前に孫妃も言ってたっけな、コミジュルは人言派を母体にしてるって、うん、ええ、コミジュルは落ち人村のようなところです。だから息を潜め極めて閉鎖的でいます。そして長年遠巻きにカムロ町の人言派を伺い、その動向を見守っていた。そこで私は運よくコミジュルの差し伸べた手に救われたというわけです。さらに孫妃は本物の反純義の身に何があったのかを私に教えてくれました。
広島の組織が使う殺し屋に頭を撃たれたのだと。物陰から。Yep. You just shouldn't see that in Yakuza 6. When I played it, I was shook. I was like, what the fuck? The whole scene was like so like random. Like, we were just fighting them, and all of a sudden, he just shot in the head. By someone in the shadows, I'm like, oh shit, gotta run. And we just took Haruto and like, that's it. That's it.殺し屋か。もしかしてあんたはそいつを。いいえ、その殺し屋も存在が知られた頃にはすでに死んでいました。私には仇を討つ機会さえなかったんです。それからは失意の日々でした。しかし抜け殻のようになっていた私の回復を孫妃は根気強く待ってくれました。彼女は出世のため私の顔を変えた父よりも家族で、兄と慕ったハン・ジュンギに代わる姉です。今の私にとって孫妃の期待を裏切り失望させることほど恐ろしい事態はありません。そして春日さん、あなたは私にとってん？どういうボスになるのでしょうか。この先どうなるのか。ボス？ほら別にあんたがボスになった覚えはない。今のところはそうだな。飲み友達ってとこでいいだろう。Bro, once the bond reaches the max.では私もその期待に沿うようにしましょう。 I'll be like the best friends. これでやっと自己紹介が済んだってわけだ。なかなかの人見知り。 There was another Kim. Is it just a Kwame too? And I don't like him. I like that one Kim. Don't remember his name, but his name had a Kim.Oh yeah, okay. So, the bond level right now. So let's see. I need more, way more confidence. I need that. Shit. I'm loving it, apparently. Ooh, that's my kindness. I'm raging, ooh, trancer, enchanting. I'm sort of level 4, level 2, level 3. Two more, three more.One more. Well, anyway, we should go do some other stuff, right? Oh, look, I'm sorry. Look at that. It's probably yep.Other things I could stop traffic. This does not easy, you know. Oh, wow. It's like a lot. You hear me? No, I was listening to Majin. We'll change your way now. Excuse you, a living legend gives you the time of day and just brush him off.Whoa, what? Oh my god, we have to fight. Come here. Eesh. Ouch.
Oh. Oh well. Feeling a bit better? すいません. I'm out of breath. Jesus, I'm sorry, guys. Like, send me like this. Yep, as it should. I posted about for alcoholism. Yep. Yeah, I heard. What's your name? Ew, Eugene. Illegal. Illegal. Come on, man. That's it. At least somebody here remembers me. That makes me happy. That makes me. Who are you then? It's just call me Tosca. Okay, it's not like I need a way to live in the first place. Maybe I should just pickle it. Come on, man. Who still adore me? I thought I had it made. Yeah. Because of three. That was a part where... That was a revelation, actually. Some lady was just looking at him in the poster. He's like, oh my god. And then she just did the whole flip with a moped. Yeah. Well, they just do anyway. So what's the famous girl that you need to binge out here? I've been in all kinds of movies from here to Korea. It was hectic, but I was really living the dream. Huh? What do you mean? Hi. Just a legend in the industry. Another time. She was also known for being a sleazy bastard. Bastard is right. I always had to look down repeatedly. Oh, wow. I believe there's not get any flag for this. He felt it like he was the victim. How are you okay with that? Of course not, but that's what only made things worse. Yeah, but you protected someone. It's not really assaulting without a reason. If you did it without a reason, that's just plain assault, but like, you try to protect someone. Oh, sorry, got there. I'm still drunk, man. I seem to be blaring more than usual. Messy Bell, you don't know what I'm listening. I left it. Huh? Oh. Ah, yeah. Bit too much to drink, huh? That's a little ola. That wasn't what I meant. You're right? Hold on, I'll give you some more. Do I have any? ありがとうございます. Much appreciated. I do have it. I got some more in my big hole stash. Ah, oh, now that's the kit. You're a lifesaver. Yeah, all because I couldn't let you on my past success, just rude for you. So, stuck to be 10 years going by and nothing to show for it. Oh. I'm supposed to be an actor here, and an actor.